ん、霊夢のやつ遅いな。何よマリサ、私だって暇じゃないのよ。ゲームしようぜ。は、ゲームだよゲーム、面白そうなの見つけたんだ。今まであなたが探してきたゲームで面白いゲームあった？今回はきっと面白いぜ。たく、しようがないわねー。で、どんなゲームなのよ。私も広告でさらっと見たゲームだからわからないぜ。また広告か。広告ゲーはろくなのがないって知ってるでしょ。おいおい、まだ大してやってもいないくせにそうやって決めつけるのはどうかと思うぜ。く、学ばないやつめ。すべての広告ゲームがつまらないとは限らない。あの顔で本当にそう思ってるのかしら。じゃあ霊夢、早速やるんだぜ。やるって言われても何をやるのよ。スワイプしろって書いてあるだろ。ああ、横にスライドさせればいいのね。え、一瞬で倒れたけど。霊夢、お前の勝ちだ。いやいや、目の前の敵何もしてこなかったわよ。そして広告が早い。開始20秒もしてないわよ。あまりの広告の速さ、私以外なら見逃しちゃうぜ。見逃さねえよ。そしてこういうゲーム特有の広告にはちゃんと音が入ってる現象。っていうか私ノーサンクスをしたのになんで広告流れたの。甘いぜ霊夢、ノーサンクスをしたくらいで広告が諦めると思っているのか。広告は生き物か何かなの。っていうか一人倒すごとに広告の催促してくるんじゃないわよ。鬱陶しいわよ。そんなピリピリするんじゃないぜ。いいか、広告と一体になるんだ。なるかバカ。どうやらこいつがこのステージのボスみたいだな。なるほど、確かに私の攻撃を避けやがる、とか思ってたらこれだよ。どのゲームでも最初は簡単に進めるようになってるものだろ。まあそうだけどさ。じゃあ次のステージに行くんだぜ。嘘？また広告。今日も広告は元気だな。あんたのその広告に対する態度は何なのよ。これが第2ステージね。おお、負けるんじゃないぜ。え、なんで今こいつ倒れた？明らかに最初の攻撃は避けてたはずなのに。なぜか倒れたわ。まさかこいつ、気を操れるのか。熱入ってるところ悪いけど広告よ。あまりにも早い広告。はいはい、そのくだりはさっきやったから。最後まで言わせてほしいんだぜ。ダメよ。そいつもやっちまえ。あのさ、マリサ、む、なんだぜ。これ敵が全く反撃してこないんだけど。霊夢、まだステージ2だ。慌てるような時間じゃない？だろ。いや、私的にはもう慌ててもいい時間だと思うけど。まだ慌てるような時間じゃない？オーケー。はぁ、わかったわよ。はい、そんなこんなで話してたらこのステージも終わったわ。よくやった。何もやってないけどね。ただ指をスライドさせてるだけ。見ろ、宝箱だぜ。あんたよく興奮できるわねー。私みじんも嬉しくないわよ。そんなんだから霊夢はダメなんだぜ。いいか、ゲームに入り込むんだ。このゲームには入り込みたくないわね。ラウンド3回し、ねえ。押して押して押しまくるんだ。もしかしてこのゲームこれだけなんじゃないの？それはどういう意味だ？つまり、押すだけのゲームなんじゃないかってことよ。押すだけ？お前にはそう見えてるのか。私以外にもそう見えてるでしょうね。このゲームをもっと深く観察するんだぜ。見ろ。様々な国旗を眺めるのを楽しめるじゃないか。国旗なんて眺めて何が楽しいのよ。あとなんで私アメリカなの？知らん。しかもアメリカ対アメリカになっちゃってるし、それもそれで熱いじゃないか。なんでこいつこんなにポジティブなの。お、広告だな。マリサ、今やってるのよりこっちの方が面白そうよ。バカ野郎、まだ全然やってないだろ。いや、でも明らかにこっちの方が。ほら、評価も高そうだし。ノーノーレイム、このゲームも面白そうだが、今やってるのゲームも面白い。そうだろ。今やってるゲームは面白くない？間違いなく。かぁ、これだからレイムは。なんで私が呆れられてるのかしらねー。お、体験できるみたいだし少し体験してみましょうか。体験することはいいことなんだぜ。おお、結構ぬるぬる動くわね。うん、一方向だけスワイプしてるゲームよりは面白い。うん、お前今ゲームの悪口を、言ってないわよ。それならよし。さあ、アメリカを倒すんだぜ。一切の反撃なしと、このゲームの総評に入っていいかしら。バカ野郎、たった3ステージ遊んだだけでこのゲームの何がわかるんだ。もう大体わかる。このゲームの9割はわかったと言ってもいいわ。10割わかるまでダメだぜ。じゃあ全てわかった。そんなのは通らないぜ。はぁ、いつまでこのゲームやればいいのよ。さぁ、次のステージだぜ。このゲームも前回やった包丁ゲームみたいに広告が味方のゲームだわ。見てみなさいよ、さっきとやってることまるで変わってない。ステージが進むにつれて敵が強くなるのかと思えばそれもない。出てくるのは広告ばかり。もうこんなゲーム、落ち着け、早まるんじゃないぜ霊夢。あんたもよくこんなゲームばかり持ってこれるわね。霊夢、こういう言葉を聞いたことないか。何よ、広告は広告を呼ぶ。ないわね、全く聞いたことないわ。この世界では有名な言葉なんだがな。どの世界よ。敵も避けるのが上手くなってきてるぜ。避けるの上手くなっても反撃してこないんじゃ意味ないでしょうが、敵が攻撃してこないからこっちはドキドキもハラハラもしないのよ。このゲームはドキドキもハラハラもしないゲームなんだぜ。言ってなさい。このメダルみたいなものも何に使うのかさっぱりだし。気になるならゲットのところタップしてみればいいだろ。 100% 広告見ることになるからいや。残念だな。ふう、このゲームどれくらいで終わりなのかしら。どれくらいなんだろうな。もしかしたら100ステージくらいあるかもな。このゲームで100ステージ。地獄ね。
おい、そしてこのパチモンベイブレードみたいなものは何よ。広告だぜ。知ってるわよそれくらい。あ、でもこっちの方が面白そう。え、今ディスった。言論弾圧だわ。お、なんかゴールデンなステージになったわね。っておい、まだ何もやってないでしょうが。これが広告ゲームの最先端か。何かをやる前に広告を出すという高等テクニック。あんたディスってね。今のどこにディス要素があったのか。はぁ、広告を飛ばしたと思ったら広告が出てるとは。しかもこれも意味のわからなさそうなゲームね。見るんだぜ霊夢、謎の物体が走ってる。うん、本当に謎の物体だわ。よし、次はこのゲームを絶対にインストールするんじゃないわよ。ったく、さっさとやるわよ。おぉ、霊夢も乗ってきたか。みじんも。もうそろそろ私を攻撃してくる敵が出てきてほしいところだわ。まあこのゲームに期待するだけ無駄でしょうけど。希望を捨てるんじゃないぜ。このゲームに希望を持つ意味はあるのでしょうか。口調がおかしいぜ。はい、死ね。こら、耐えるんじゃないわよ。え、に体倒しだぜ。うおおおお。いや、私も少しは驚いたけど、そんなに今ので熱くなれる。今のは熱いだろ。激熱展開だぜ。はぁ、あんたってすごいのねー。とりあえず第5ステージもこれで終わりよ。クリアおめでとう。ここまでクリアしても嬉しくないゲームはないわね。え、今言ってない言ってない。このゲームの悪口なんて言ってません。見ろ、宇宙飛行士みたいのがいるぜ。うん、友好的ね。じゃあ仲間に。しないわよ。そもそもキャラが変わったからって一体どうなるのよ。広告を見たらお前の仲間になってやる。誰か、見るか。おい、今見ないって言ったわよね。すごいぜ、拒否しても広告を見せてくるなんて。ただの嫌がらせじゃない。しかもこの広告さっき見たし。ラウンド6、とうとうここまで来たか。何がとうとうよ。もう、さっさと倒れなさいよ。おや、あれ？すげえ、3人倒したぜ。すごいわ、このことに対して一切の嬉しい感情がない。はい、ってことでレベル6もクリアよ。おい、一番大事なところカットしてるじゃないか。広告多すぎて切るところ間違えたのよ。まあでもいいでしょ。やってることは何も変わらないんだから。霊夢はダメなやつだぜ。ステージ6も終わったし、そろそろ総評に入っていいかしら。ふーむ、まあいいぜ。私はこのゲームを一言で言い表すことができるわ。こんな奥が深いゲームを一言で。あんた頭のネジぶっ飛んでるの。どうやって表現するんだ霊夢。このゲームを一言で表すと、広告を見せるためだけに作られた広告ゲーム。ってところね。この圧倒的広告の量、そしてやることといえば画面を一方向にスワイプするだけ。敵は一切攻撃してこない。なんだこれ。正直ゲームかどうか怪しいところよ。やれやれ、私は悲しいぜ。お前は色とりどりのキャラクターを見てこなかったのか。色とりどりっていうか色しか見分けるものないわよね。あの迫力の3人倒しを。まあ別にあってもなくてもって感じ。そして広告から広告のつながり。そんなつながりはゲームに必要ない。わかったよ、次はまた別のゲーム持ってくるぜ。いや持ってこなくていいわよ。っていうか持ってくるな。了解。あの顔、絶対持ってくるわね。さて、じゃあ今日はもう帰りましょうか。そうだな。最後にチャンネル登録高評価しなさいよ。じゃあね。